はい、こんにちは、チェチェチェです。今回はアイスボーンのストーリー攻略においてのおすすめの弓の装備をご紹介したいと思います。今回ご紹介します装備は最大火力とか最適解とかではなく、なるべくストーリーを進めていく上で戦う必要性があるモンスターの素材かつレアな素材や装飾品を極力使わない構成で組んでおります。まずはおすすめの武器です。弓は属性ダメージが主な火力となる武器です。なので各属性ごとに弓を作成する必要性があり、結構大変なんですけど、アイスボーンのストーリー上に出現するモンスターですと基本的に火、雷、氷の弓だけで攻略することができます。ストーリー上で戦うことになるモンスターの弱点属性一覧はこちらです。こちらゲーム内のハンターノートを参照にしているんですが、もしかすると一部細かい部分で誤りはあるかもしれません。なんですけど、星2つあれば基本的にダメージはそこそこ入りますので、火、雷、氷の弓だけで十分攻略することが可能です。それでは火、雷、氷、各属性のおすすめの弓をご紹介します。ご紹介する前に前知識なんですけど、なんとアイスボーンではイベルカーナと戦うまでは属性改心が発動する装備を作成することができません。属性改心とは何ぞやと申しますと、通常属性には改心攻撃が乗らないんですが、この改心撃属性のスキルが発動していると、改心攻撃が発動すると属性ダメージが弓の場合なんとワールドの時点で 1.35 倍になります。多分なんですがアイスボーンでもここの数値に変更はなさそうな感じがするので、弱点特攻を採用し傷をつけて弱点になる部位を攻撃できれば 50% の確率で弓の火力の源である属性ダメージが 1.35 倍になります。なのでこのスキルはなるべく外さない方が無難です。マムタルトさんの鑑定武器合金の弓をお持ちの方はそれだけで属性改心が発動します。なので合金の弓をお持ちの方はイベルカーナ戦まではそちらをご利用ください。合金の弓をお持ちでない方はモンスターハンターワールドで作成したであろう生産武器の強化が望ましいと思います。他にもいい弓はあるかもしれないんですが、もうすでにワールドで弓を使っていた方はお持ちの方も多い生産武器だと思うので、作成の手間が少ないというのも魅力です。続きまして防具です。防具はクラッチクローで弱点になる部位へ傷をつけることを前提に装備を組んています。アイスボーンの戦闘はモンスターに傷をつけたりぶっ飛ばして壁にぶつけたりすると難易度がかなり下がります。ストーリーを攻略する際はできる限りモンスターをぶっ飛ばして壁などにぶつけダウンを取っていきたいです。ただモンスターが怒り状態の時はぶっ飛ばすことができないので、地図の左下の目のアイコンの色でモンスターが怒ってるかどうか判別してください。黄色が非怒り状態で赤が怒り状態です。それではまず序盤の防具です。序盤の防具は正直何でもいいと思います。ワールドをやり込んでいた人であれば上位装備の方がスキルが整っていると思うので、着替えるよりそのままの方が断然火力が出ますし回避性能まで詰めますので間違いないと思います。ただあまりやり込んでいなかったので、いいスキル構成の防具がないハンターさんや避けるのが苦手ですぐ力尽きてしまうというハンターさんは、非常に作成が容易な EX ボーン一式で属性の弾と供給の弾をはめて体術の5石レベル3をつけて特攻するのが無難だと思います。ただ属性改心が発動していないので火力は出づらいですし、スタミナ上限突破もないので手数は稼ぎづらいです。ちょっと戦闘時間は長くなっちゃうかもしれません。そしてストーリーを進めて次に作成したいのがアンジャナフの防具なんですが、フリークエストでアンジャナフと戦えるようになるのが多分飛びかがち亜種を倒した時点だと思います。探索だともしかしたらもっと早いかもしれません。アンジャナフの素材で作成できる EX ジャナフシリーズの腕装備と足装備を作成します。なんと EX ジャナフ装備は 2V でシリーズスキルのスタミナ上限突破が発動します。弓においてスタミナは火力なのでここは譲れないですよね。この EX ジャナフアームベータと EX ジャナフグリーブベータを用いて
作成しやすいに重点を置いたおすすめの装備を2種類ご紹介します。まずは黄金の夢をお持ちの方はこちら。火属性の場合は属性の強化が5までいきます。今後ご紹介する装備は全て体術が3なので、できればお食事券を使って猫の体術を発動させた方がスタミナ管理は楽になります。ただお食事券がなければ仕方ないんですけどね。装飾品です。必要なレア装飾品は供給樹だけです。装飾品はもちろん素材的にも非常に作成しやすく扱いやすいと思います。そして黄金の弓をお持ちでない方はこちら。上位防具のレウスメールベータとリオソールベータと組み合わせ、快進撃属性を発動させています。やっぱりちょっと防御力が低いので力尽きてしまう回数が多いという方は快進撃属性は発動しませんが、先ほどご紹介しました黄金弓用の装備で運用していただければなと思います。そして最後にイベルカーナ以降です。ここでようやくマスターランクの装備で快進撃属性を発動させることができます。ただご覧ください、イベルカーナの装備、頭と腰以外何かしらな天輪が必要になってしまうんですよね。天輪の入手確率は数パーセントです。本当はね、イベルカーナの同装備とか、あとはアンジャナフ亜種の装備とかも作りたいとこなんですけど、今回は簡単に作れることを重点に置いておりますので、こちらの構成にしました。スタミナ上限突破も快進撃属性も発動し、火力を維持しつつ防御力も確保することができました。装飾品もレアなのは供給樹のみです。武器に穴がある場合は属性の弾を詰めてください。こちらの装備でラスボスまで駆け抜けることができます。最後におまけですが、今現在私が使用している防具です。これは属性攻撃強化が高くていいんですが、天輪が結構必要となるんですよね。なので作成は容易ではありません。火力が低い間の天輪マラソンは沼ですので、先ほどご紹介したものを強くおすすめします。うっかり天輪が必要枚数あれば作成してもいいかもしれません。別件で恐縮なんですが、予約特典の重ね着装備であるゆくものシリーズやデラックスキットの重ね着装備である銀騎士、またベータ版のクリア特典、これらがもらえないというコメントをたくさんいただきましたので、受け取り方をご紹介したいと思います。まずはマイハウスに入り、ルームサービスのアイルーに話しかけます。この子です。そうすると追加コンテンツというのがあるので、こちらを確認します。確認すると自動でセーブが入り、あとは追加コンテンツで受け取りたいものを受け取ります。基本的に全部受け取っちゃっていいと思います。おめでとうバッグにまさかの素材が入ってて私もびっくりしました。それでは重ね着装備の見た目見ていきたいと思います。まずは有料ダウンロードコンテンツのデラックスキットに入っていた銀騎士装備です。大きく色を変更することができます。いいですね、濃い色が結構似合うのかな。赤色はどうでしょうか。返り血を浴びたみたいな感じになってますね。続きまして予約特典のゆくもの装備です。こちらはモンスターハンターポータブルサードをプレイしていた方はめちゃめちゃ嬉しい重ね着装備ではないでしょうか。色は一部変更が可能みたいですね。全体的には変更することはできないんですが、一部変更ができるのでイメージはガラッと変わります。ピンクいいな。ということで今回はストーリー攻略においてのおすすめの弓装備とダウンロードコンテンツの受け取り方のご紹介でした。また今後も自分が使える武器種での装備紹介や攻略動画などを投稿していきたいと思いますので、よろしくお願いします。最後までご視聴誠にありがとうございます。励みになりますので、チャンネルの登録と高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。